何気なく食べてるおやつなんだけど、実はおやつにもね、食べ方があるんです。今日はどうやって食べたら美味しく楽しく、そして正しく食べられるのかなっていうお話です。おやつ食べるときはね、嫌な気持ちで食べるお友達、お家の人いないと思います。なので2つ目はね、心の栄養になります。ご飯の2時間前までにおやつ食べ終わってもらいたいんです。2時間経てば食べたおやつお腹の中で消化してくれます。こぼさないで触るとさ、なんか食べたくない。あ、こぼさないで。はい、はい、OK。はい、食べなさい。はい。はい。今やってもらってね、ここってどんなことが書いてあるのかなっていうと、この食べ物に含まれるね、エネルギー、栄養素が書いてあります。じゃあさ、超えちゃって食べた後だったらどんな工夫したらいいと思う、みんな。200キロカロリーさ、超えないでもらいたいんだけど、時にはさ、こうやって超えちゃう場合もあるよね。そういった時は運動する。食べてもいいんだけど、運動するっていうことを忘れないでください。塩絶対1万だよ。これバニラアイスも結構多いらしいよ。これは絶対こいつはこっちじゃない。これとこれは絶対あってみたいな。これはあれでしょ。これが大丈夫、こうだから絶対これ出してるじゃん。大豆だ、こうだよ、こう。はい、正解はみんな足りないよ、140。 甘いけど美味しい。